アビサです。キザキです。恋愛トーク月間、理想の出会い方お後がよろしいよということで、ちょっとお二人いいですか。はい、はい、衝撃の事実なんですけども、何、このチャンネル視聴者の男女比、はい、ご存知じゃないですよね。でも男性のが多いのかなっていうイメージはありますけど、8割ぐらいなんですよ。おお、そうなんだ。はい、へえ、6割ぐらいだったら嬉しいなって思ってた。やっぱ女子にもね、人気をっていう。やっぱりね。で、もしかしたらその中にね、彼女をいらっしゃらない方もいるかもしれないので、まあ、そういう人が参考に、ね、なるようなことを言ってもらえれば、理想の出会い方について話してください。出会い方、今だから出会い求めるって言ったら手っ取り早いのが、あのマッチングアプリで、周りもなんか友達とかでやってる人とかはいるんだけど、私は性格的にホワイトしかいないと思う。連絡取ったとしても、会いに多分行けない。だって相手ってどんな人か分かんないじゃん。学生で言ったら学校、社会人で言ったら会社で、どんな人か見てるので、分かりやすい仕事場でどういう振る舞いをしてるかっていうのを見てるので。相席居酒屋とかないですか。行ったことないんですよ。そう、いや、男の人はさ、やっぱ手っ取り早くってなると相席居酒屋行くんじゃないかな。でも相席居酒屋に来る人も怖い人だと思ってなんか女の子って安いのかタダなのかですよね。あ、なんか払ってくれる場合もあるけど、そうなってもちょっと安いか。そう、聞いたことがあって、だから友達とかに誘われたこともあるんですよ。アイドル辞めてから、そう、そういうのも経験しといた方がいいのかなって思ったんですけど、もう怖すぎていけない。タダとか安いものほど怖いことはないと思ってるので。でもそういう出会いよりは知ってる人の方が、リアルに今私が出会うってなったら、これおすすめもしますけど、誰でもあのできる。でも相席居酒屋みたいな、なんかそういうレベルが高い、なんか出会いに行ってますって感じじゃないけど、本当に家の近くでお気に入りの焼き鳥屋とかバーを見つける。で、一人で通う。それが一番。そこでやっぱ集まってる人たちって、自分が選んで自分が好きな店だから、そこに行き着いてる人たちも、なんとなくやっぱレベル的には同じぐらいの人がいるのよ。この雰囲気が好きで通ってるから、なんとなく好みとかも合う。で、大体あの、そういう焼き鳥屋とか、なんかそういうカウンターの居酒屋とかって、孤立して一人で来てる人たちが多いから、あと家近い人たちとかが多いから、約束もしやすい。なるほど。テクニシャンの方ですか本出そうかな。ちなみになんですけど先生、バーとか行くと、あちらのお客様からですとかあるんですか。あ、それはさすがになんとなく話したそうやなみたいな人出てくるのよ。じゃあ今日これ飲もうかなとか、飲もうかなとかって言ってると、隣の席の人たちとか、例えばですけど君屋のボトルとかも入れてて、はいはいはい、え、じゃあお姉さんこれで一杯飲みなよみたいなのはそれで割らせてくれると。そうか、まあそれで一緒ですもんね。あちらのお客様からですと一緒、ね、みたいなもんで。あ、え、ちなみになんですけど、飲めない人はどうしたらいいですか。お酒なしでも。バーはさ、やっぱさ、お酒飲まないとさ、なんとなく行くづらいけど、居酒屋とかカウンター居酒屋だったりとか焼き鳥屋のいいところは食べりゃいいから、一人でこう食べてたらダメだけど、そこにいるのを楽しめば。キョロキョロしてるそれもおかしいけどなんかよく来るんですかとか言って話して、それも友達作りに行ってるから、恋愛ってよりは。はいはいはい。だからやっぱ友達になる人たちと、結局やっぱ自分の輪を広げるためにね。そうそうそう、恋愛になってくわけじゃん。そもそも私、その一人で外に食べに行くことがあんまりないんですよ。もう敬語で先生先生ないですよ。そうそう、ちょっと恋愛相談あ、でも本当それから始めるのはね大事よ。あの、なるほどね。一人でやっぱどっか行くのって、やっぱ広がるし面白い、そこにいる人たちと喋るのって。そのいる人が変な人だった場合どうやって巻いたらいい。そういう時はもうあしらう。ああ、ちょっと一回やってみますね。あ、一人ですか。あ、一人ですよ。よかったら一緒にこのお酒。あ、いいんですか。どうぞ。あ、じゃあ、え、いいですか。あ、すみません、ありがとうございます。え、何歳ですか。え、26ですね。おえ、かわいい。マジかわいいんですけど。ありがとうございます。え、あー、え、そうなんですか。え、ちょっとあの、これ食べる。あ、ありがとうございます。あ、で、マスターと喋ってんのこっちの客思いっきり興味ないのを、それかもうこいつもう狙いに来てんなっていう時は、ね、ちょっとこの人くどいとか普通に言う。そっか、でもそこでもマスターとか店長との仲もあるから、そうそうそう、もうあんまやめなよみたいなね、こいつやめといた方がいいよとか言ってくる。そういうところにやっぱ行くべきだよね。店長と話があったりとか、そういう雰囲気がいい場所に行くべき。ちょっと家の近くの焼き鳥屋探しますどうやって声かけられればいいですか。あー、それ気になる。声かけやすい体勢はやっぱり店長と喋ってるで。まずはじゃあ行きつけのバーか
焼き鳥屋さんみたいなのを見つけて、うんうん、店長さんとスタッフさんと仲良くなる、うんうんうん、ちょっと時間空けるよりは最初ら辺は 2,3 回は、うん、なんか気に入っちゃって家近いんでなんか帰り際に寄れる時寄りますわっつって寄ってもうそれこそボトルとか1本入れたらずっと飲めるから周りの人たちも「あなに最近常連になり始めの?」みたいな、うん「いるのよ従人」みたいな「3年ぐらいいますわ」みたいなやつとかいるからそうなってくると店長が「あ何々さんだよ」って言って話してくれたりするからそしたらもうそっから輪が広がるわけね馴染む。いやなんか年下なのにすごい大人な出会いまあ伊達にね17から、うん、東京に住んでないそうだよねそれもあるよねちなみにこの出会い方はやめた方がいい。ナンパ、ナンパはダメだね。なんかそれこそ木崎さんがさっき言ったような同じ好きなお店に行ってとか何回か喋ってとかだったら、うん、それはもうナンパじゃないと思ってるんで、うんうんうん、いいと思うんですけどだってパッと見ただけであなたは私の何を知ってるんですかって思いません？でも顔がすごい魅力的だ、ね、マスク時代でね、うん、マスクもしてますよ今でも私地味に思うのは友達の紹介とかって、うん、マジ気をつけた方がいいなと思う。ああなるほどね、うん、それがめっちゃ何仲いい人で、うん、その人がマジで絶対に会うからっていう保証があったらいいけど、うん、ただ紹介してほしくて友達に誰か一緒にないって、うん、気まずくなってくるその後ね、うん、そうだよねどんどん断っても気まずいしだからやっぱ自分で探せっていう自分の相手は自分で探せが一番名言出ます、はい、もう一度お願いします自分の相手は自分で探せはいちょっとすごい特殊なシチュエーションなんですけど、はい、例えば電車乗っててすごい綺麗な女の人がある駅から毎日乗ってきてある駅で降りるで帰りも一緒ぐらいそういう人に恋しちゃった場合はどうすればいい？まあでもやっぱりどこまで行ってもそこで話しかけたらただの変態なんですよ、うん、なんかだって毎日見てたのってなんかまあ印象付けるとか毎日同じ電車だったらもうそれこそ最初に綺麗だなと思ってとかじゃなくて例えば持ってるものとか本とかの話をちょっとすでもそれも無理だなそれもちょっと諦めろ変にこうだからストーカーみたいになっちゃうのも良くないから難しいですよねでもそんな中でやっぱ出会う人って出会うべき運命だったんだなって思うんで、うん、皆さんの周りにもありますよ話しかけるよりもまだ紙の方がいいかな私だったら話そのままで話しかけられてもとかああって言って気まずいまま終わるから差し支えなければ一応連絡先だけ書いてそれももうありえないけどね本当に同じ電車になることが多くて本当にあれだったんでっていうもう玉砕覚悟でなるほどねでもいいかもね今ないじゃんなんか、うん、SNS 時代だからこそこそその例えばインスタ見つけてとかってやるより、うん、直球勝負ではっきり言ってでもしね言った後ごめんなさいって感じだったら早起きしてでも1本早い電車に乗るとか そう その覚悟があればいいと思 う、うん、そうだね頑張って頑張って頑張ってなんかごめんね車出勤ですよそもそも違ったいや結構面白い話もありましたけどうん、うん、いやなんか本当皆さんにいい出会いがありますようにそうですね自分の出会いは自分で探せと、はい、先生からお言葉をいただきましたのでここら辺で本日は締めさせていただきたいと思いますありがとうございますはい以上小木曽さんと木崎さんでした確かにその焼き鳥屋とかは地方に例えば仕事とかで、うんうん、あでもね、うん、いるよ本当に3ヶ月に1回とかで あいつも東京に来てる時は来てくれるんだよみたいな人いるようーんあーそういうことね、うん、そしてはそこで出会いが、うん、にはなってまあ、最悪好きになって付き合ったら鉄筋しちゃえばいいか。てか、まあ、行かなくなればいいからね。あ、そうだね。気まずくなったりしたら。そっかそっか、お店だったらね。そうそうそう。出会い求めてるんですか？